ジャンタマカン。いらっしゃいませ。今日のランチは何かしら。カービさん、久しぶりに来てくれたので今日のランチは私がご馳走します。その代わり店のみんなを占ってくれませんか。この世にはただ飯なんてないということね。まあいいでしょう。ふむ、恋愛はうまくいきそうですね。相手との相性はいいです。思いを伝えるには良いタイミングね。本当ですか。ありがとうございます。うせものの兆し、近日中に大事なものを手放すことになります。マジっすか。あら、珍しいわね。大凶だわ。これからあなたには3度の不運が降りかかると出ています。そうか。 A さん、配達お願いします。了解した。カービさん、ランチできましたよ。カービさん、大凶ってどんな不運が起きるんですか。膠着状態ですね。やっちまうか。お？あ、間違われたよね。舐めてんのか。うんどれだ。なに。あの野郎、ただものじゃないですね。こいつは掘り出しもんだな。おいてめえら、とっとと残りを畳んであいつを追うぞ。ヘイ、いい豆だった。味が楽しみだ。今戻った。は、おかえりなさい。言った通りだったでしょ。どういう意味だ。そのままの意味よ。まだ終わらないわ。まだ始まったばかり。どういうことです。あ、いらっしゃいます。邪魔するぜ、コーヒー屋。コーヒーを一杯、それからビジネスの話をしようや。